皆様こんにちは、バーチーチャンネルです。お正月になんとか袋帯締めることができました。改めまして、今年もバーチーチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。お正月の袋帯選び、着物ショップややさんでお世話になった様子と、年明けの発売いつものバイセルさんの詰め放題いっぱい詰めたので、ぜひ最後までご覧ください。私が探してた唐獅子ボタンの帯を見に来させていただきました。はい、ありがとうございます。で、それがこちらです。これですね。そうやね、ややさんのオンラインショップで見つけてすぐ連絡してるな、はい乗ってる言って唐獅子がいたってで、今日やっと見に来させてもらうことができて、でちょっと私の訪問着も持ってこさせていただきました、うん、っていうのも、持ってる訪問着に合う帯を1本持ってるといいよって前教えてもらって、うんはい、確かにと思って、はい、特にね、こう現代物の方はもう一番最初の時に、うん、袋、空織りの袋帯を持っていただいてるので、それで十分やと思うので、うん、なんで今度アンティークの方をメインにって思ったら、やっぱりアンティークの帯がおすすめなので、うんうん、そう、ほんで多分この両方の着物に空織りの帯も合うんやけど、はい、けどでもこの、うん、ボタンの着物が、はいはい、綺麗だから、うんうん、それをちょっと解消したくて、うん、で唐獅子ボタンを帯持ってたら、はい、で冬でも着れるかなと思って、はい、かっこいいですね。で、こっちの方がよりこのお着物の方の柄のボタンに絵のタッチが近いですね、うん、こっち、対比して見るものがあった方がっていうので、うんうん、以前にも登場してるこちらもまだあったんで用意しておきましたけども、うんうん、こっちのボタンかなみたいな、うん、で絵のタッチが全然違うので、そういうところも含めてで、うん、断然こっちの黒が見比べるといいですよね、うん、合ってはいるんですけどね、うん、これはこれですごく素敵に色合いとかも合ってるんですけど、うんうん、あ逆に、はい、あ逆にしても黒が、うん、これもこう色は色味はすごくこう似たような色味が入っていて、うんうん、合ってはいます。でもこう見比べると、うん、よりこっちの方がいいというふうに思います、うんうん、あ、よかったじゃあ、はい、いや、オンラインショップで見た時にもいいなと思ったんやけど、はい、実際に見たら、うん、この織の 金色がすごい良くって、うん、思ってたよりもめっちゃ良かったしな、うんうん、いいですよかった。でこっちやと、うん、私光琳の現代物 の、うん、色無地の葉掛けが、うん、宝づくし の着物に合わせるのもありやと思います。載せてみたらきっと合うと思います。はい、想像ではいい感じです、うん、でこちらはアンティーク昭和初期ぐらいのものなんですけど、綺麗、うん、に芯を入れ替えたり、うん、ともにプレスをして、うん、より美しく、より締めやすく押し立て替えをしています、うん、でこっちの方は、うん、アンティーク のそんなにこう変えないと締めにくいとかっていうことではなかったので、うん、オリジナルのままになってます。私にはこっちのなやつの方が向いてるかもしれないな、はい、向いてるんだろうなというふうに思います。今ちょうどこう現代物もアンティークもお持ちという状態だと、うんうん、なんかこう現代物にも使えたらより一層活躍のシーンが出るっていうふうに思うので、うんうん、そう、ほんでインスタでもなんか見つけたって言って載せたら、はい、あ、なんか、はい、バーチーさんのなんか雰囲気にすごい合ってるって言って何人か言ってくれはって、はい、そう、うん、よく雰囲気にも合ってると思います、うん、またみんなに見てもらおう、ね、うん、頑張って、え、これ袋帯やったっけ、はい、袋帯やんな、はい、袋帯、ね、頑張ります、はい、楽しみですね今な、うん、関西巻きのな、はい、あ、巻き方でな、はい、必死でな、はい、もうなんとなく今までこっち左巻きにしたかったですね、そうね、うん、
ね、巻く方向が変わるだけでもたまたまほんまに関西巻きじゃないと柄が出えへん帯やって気づかんとまたそれもなかってんねんな、はいはい、まあでもそれも、うん、こういい脳トレになると思うので、そうほんまに何でしょうね、こう垂れ先と手先のあの巻くときはそんなに大丈夫なんですけどね、うん、あのこう後ろ行ったときになめっちゃ脳トレ、どっちが上やったっけそういうのもこう気にせずに楽しめるように。あれいつも関西巻きって言ってた？私ははい関西巻きが常ですね。それで覚えてる、ね、はい。だからもう通常関西巻きにしようと思ってんねんけど、はい、でも逆に関東巻きで巻いた方がいい帯もあるから、はいはい、両方巻けるようになったらいいなと思って、はいはい、で次は袋帯を頑張ります。はい。袋帯も慣れたら簡単って言えると思います。いやほんでななんかな、はい、こうやって見てもな、はい、やっぱすぐ使えるし綺麗やねん、ややさんの商品が、はい、やっぱりな安心、それはで後々のクリーニング代がかからへんから、うん、そうですね、最初からもかからないですし、そう、うん、で買ったらすぐ切れるし、はい、そこは綺麗やかなり、あのスタッフも安心しての部分ですね、あの店主がすごくこだわってずっとしてきてるところなんで、今アンティークやしシミがあって当たり前っていうふうに思ってない、その部分でこういろいろと手をかけたりとかしてよりいいものにしてお客様にご提供してるっていうところは、あのその過程を見ているので本当にこう、あこれは安心してお客様におすすめできるなっていうのはありますね。あと何かその何かこうシミがあったりとか、はい、ほころびがあったりとかで、うんうん、まあお安くなる着物もあるやん、はいはいはい、でもかえってな、はい、それをなすぐ着るかって言ったらな、やっぱ面倒くさくてな、はい、なかなか着いひんねん、直してまで、そうなんですよね、ちょっとこう、 あの一手間でいけるって言っても、まあ、できる人はできると思うけど多いと思います、そういう方って思ったら、うんうん、あのあれやん、うん、騙しそれもそうやん、うん、そうなんですよ、 あんまりよく分からへんかって、はい、まあ、つけてもらったから、はいはい、よかってんけど、はい、やっぱりなついてるとな全然ちゃうねんな、全然違いますよね、楽ちんやんな、騙しそう、でもやっぱりこう店主がこの着物にはこれが合うだろう、プラスそのお召しになる方の雰囲気とかを、あこの感じの帯と合わせてお召しになるのが好きな方にやったらちょっと可愛いのにしよう、ちょっとこう渋めにしようとか、そういうのとかもこう吟味してでさせてもらってるんで、あの今までお納めするとこうより一層素敵になって、もう本当ありがとうございますって言っていただけてるので、そうするとこうさあ着ようっていう、自分でまあやってみようかなってなるとさあ着ようってすぐならない部分とかで気逃したりしちゃってないかなっていうのは、いつも準備不足やからなあのな、もうな襦袢選びの長さのそこの時間が一手間かからへんことが、うん、私みたいな人にはおすすめ私にもおすすめ私もこれは画期的やと思います、本当に。でな、なんかな、着物もな、うん、まあ買いすぎて帯も一通り揃ってきて次ってなるとやっぱり襦袢とかこちらって見える部分とか、うん、こう見えへんとこにこだわりたくなってきてんな、はいはい、この、はい、ね、着物初心者さんが段階を踏んでるあるよね、うん、ってなるとやっぱりその襦袢をどうしようかなっていうのがすごい、うん、やっぱり悩みやねんな、ね、でもそういうのも楽しい悩みといいますかね、そうそう、うん、あのよりよく着るにはどうかなみたいなところって、うん、こういろいろとご自身なりに試行錯誤されながら、うん、いろいろ試してみるのはすごくいいと思いますし、もうあのきっとご視聴者の中には、うん、もうバーチーさんそんな初心者ちゃうんだろみたいな感じに思ってある方も多いと思うんですよ、うん、でも冷静に考えたらまだ1年経ってないんですよね。そうやね、あの20代の時に、うん、そのお茶のお稽古とかで、はいはい、着物を着るきっかけがあって、うん、はいはい、まあ、それもさ着せてもらったらお金かかるやん結構、そうです、これ自分で習った方がいいんちゃうかと思って、うんうん、はい、あの頃ってな、まだな、はい、そう20年前や、はいはい、YouTube もないし、そうです、うん、そう、はい、だから習いに行ってて、はい、
あのお仕事の帰りに、はい、なんかもうほんまに最低限教えてくれるレッスンに通ってたんやけど、はいはいはい、結局その、はい、着物もそのお母さんが用意してくれて、うんうん、で片付けもお母さんがしてくれて、はい、全部やってもらってたから、うん、その自分で選ぶとか、はいはい、そういうことがな、うん、全く経験がなくての、ね、はい、今回やから、うん、でもそれはそれで幸せなことですよね、うんうん、でもまあ今度はな、はい、もうな、はい、自分でちゃんとっていう、うん、あの全部できるようにならんと、はいはい、やっぱり来たらあかんなと思って、うんうん、そうそう、だから着物の畳み方からです、はいはい、みんなそこからですよね。なんかこう結構多くの方が、うん、私畳み方も知らんの何も知らんのってこう恥ずかしがられる方多いんですけど、うん、でも恥ずかしがることでは全くないと思います、うん、洋服やって、うん、今じゃねこう目つぶってでも畳めるぐらいの方多いと思うんです、うん、なんかしなテレビ見ながらとか畳めるみたいな。でもその畳むのやって幼少の頃に教えてもらってできるようになってることじゃないですかって思うと、そんな教えてもらってもないのに急に着物畳めたらなんか驚きじゃない、なんかそっちの方が普通じゃないと思うので、あの知らないのが当たり前じゃないですかって、こう今まで教えてもらってなかっただけなんで、あのおそらくこうそうですね、昔はその着るもの常着がこう着物やったから着物の畳み方とかをお母さんが教えてくれてたのが、こうそれが洋服が常着になったので、今度はお母さんとかがお家で洋服の畳み方を教えてくれるようになった。もうぜひぜひこう自分であの襦袢着れるようになったら、まずこうパンツやら肌着やら着れるようになったで自分を拍手して、うまいな、うん、それでこう楽しく、うん、やっていかはったらいいんじゃないでしょうかって思います。それ聞いたらすごい気が楽になったわ、うん、なんかもうこんなこともできひんとか、そうなんです、皆さんそうね、なんかこんなんも知らんのよみたいな、よく帯とかもなやってたらな、はい、ちょっと手が滑ってなパラパラって落ちてな、はい、もう鼻気になりそう、うんうん、うわーって なりますよね。で名所も知らないとか、 そんなん知らなくて当たり前ですよって思うと、普段楽しむ分には全然こうそんなん気にせずにお洋服でこう思ってるのと同様に楽しむのでいいんじゃないでしょうかって思います。うーん、よかった、はい、今日も来て、はい、よかったです、ありがとうよかったです、よかったです、そう言っていただけて。じゃじゃーん、バイセルさんで2本ゲットしてきました。それが、あの20分遅刻しちゃって、お土産が全然なくて、ショックやった。お土産が欲しくて行ったのに、結局帯締めばっかりまた買いました。では、開封したいと思います。イエーイ。これ最後の、最後の隙間にこれ入れた。すごい。これも突っ込んだ。どんだけ入ってるかな。結構ね、可愛かったんですよ。そう。じゃじゃーん。ぐるぐる巻きにしてるからなかなか出てこない。あ、これ可愛いよね。夏物のお土産。わー、こんなに入ってたよー。すごい詰めたな。しかもなんかこんなぶっといの入ってて、ちょっとこんな太いのも入ってて、結構太いの好きやからこれすごい幅取ると思ったけど可愛かったから選んだ。あとこれも可愛かった、これも可愛かった、これも可愛かった。何本入ってんのかな？あ、これもなんか素敵じゃない？これ。あ、明日のやつにいかんもん。あと、これ3部芋かな？最後に、めっちゃ詰めた。何本入ってたんやろ？数えようか。1、2、
しい。さんしごろくしちはちきゅうじゅういち。おお、11でした。あ、12。あれ？数えたか。11。11でした。すごい。こっちも行きまーす。すごい、またこれも最後に突っ込んだ。よし。帯締めがな、あ、違う、帯揚げがな、もっと欲しかったよな。夏物の帯揚げばっかりやった。あ、これは結構冬のやつで、じゃ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 まためっちゃ入ってた。そう、これがこれと、これ結構いい色ですよね。これとさっきのこっちのこのちょっとキラキラしてるやつは綺麗やな。白は欲しかったから嬉しかったな。よし、じゃあこっちも帯揚げが2枚で、帯締めはいくつあるか数えてみましょう。せーの、1、かわいい、2、太い、3、しい、5、6、7、渋、8、渋、9、これちょっとトラドシっぽい、10、あれ？これ数えた？ 11？ 12？ え？まだ合ってるかな？すごかったですね。こんなに帯揚げ買ってどうすんの？こんなにどうすんの？もういっぱいあのに。でもすっごい可愛かったから大満足です。これ可愛いよね、夏物の。なんかちょっとなみなみってなってるの。かわいい。幸せ。この中で、かわいい順位をつけたいと思いまーす。どれがいいかなー。っていうか、なんでこれ詰めたんやろう。謎。かわいいけど、ちょっと謎。てか、これにちょっと合うなぁと思ったんだなぁ。あと、この間、ややさんで買った、着物に合うかなと思ったんだけど、でもなんでこれ詰めたんかな、謎。これも、でも結構上品で好き。あと、これも色綺麗やし、かわいい。ここの先もなんか色混じってて、かわいい。あとは、これは結構気に入ってます。これって夏物なんかな？いつのやつなんかな？わからへん。あと、これも結構気に入ってる。いいよね、これ。これも気に入ってるし、これも気に入ってるし、この夏物。あと、これはめっちゃ気に入ってる。これすっごい太かったから、めっちゃかさばるやんと思ったけど、でもこれは絶対に入れたかった。だってこれがどんだけ太いかっていうと、あれ？三部紐どこ行った？三部紐。
これとか三分紐っぽいからこんな太いよ、見てめっちゃ太いし、うん、それも可愛いし、順位がつけがたい、ほんまに。でもやっぱりこれが一番好きかな、私が。これが好きかな。どれも結構かっこよくって好きかな。あ、でもこれも好きかな。全部やん。とにかくとっても可愛くって、これ全部で3300円かける2袋で6600円、お買い得やと思います。もうちょっとお土産があったらよかってんけどなって、しつこ。では終わります。ありがとうございました。これもかわいい。この着物は明日着ようと思ってる着物です。訪問着です。帯はこの間バイセルさんで買ったこの帯を合わせてみたらどうかなって今考えています。では今から動画の編集頑張ります。初めて自分で着物を着て迎えるお正月、皆様への感謝の気持ちいっぱいで着物を着させていただきました。ありがとうございます。このすごいヘアセットは祇園のエメラルド美容室さんでお世話になりました。年の初めから買い物に行って動画のアップロードが遅くなってしまったこんな私ですが、今年もどうぞよろしくお願いします。バーチーチャンネルは金曜日と時々水曜日、着物初心者の私がわからなかったこと、わかったことをシェアしています。今年も頑張りますので、ぜひチャンネルの登録をお願いします。コメントもお待ちしています。